お前は本気で人を愛したことがあるのか。タイガはお前を愛するがゆえ自ら犠牲となって死んでいた。だからお前は人を愛することを無意識のうちに拒んでいる。愛すればいずれ残酷な別れが訪れることを知っているから。違います。いや、だからお前は未だにあの女に真実を打ち明けることもできなければ、浄化のために命を懸けようともしない。違います。最初はホラー狩りの餌に過ぎませんでした。しかし気づいたのです。あの子の存在が俺の戦いの糧になってると。あの子は俺の手で守ります。100日目が訪れる前に必ず。それがたとえ魔界騎士の道に反するとしても、あの子の命が少しでも輝けんなら。それが